はい、玉那覇直也のパイロットになろう始まりました。ラジオツイキャスでお聞きの皆様おはようございます。この番組は毎週木曜午前11時 FM 宜野湾と毎週火曜午後7時に FM 宮古にてお届けしております。番組通りの、番組のタイトル通りの、飛行機のパイロットになるための情報をお届けする番組です。とは言っても私のユンタクおしゃべりに過ぎないとお叱りを受けそうですが、今回は番組の趣旨に近いものをお届けします。番組を始めたのが9月、やっと3ヶ月を過ぎたばかりですが、訓練生をゲストとして呼んだのがたった1回だけということだったので、もっと訓練生の生の話を聞きたい、教官の話を聞きたい、アメリカの訓練生の話を聞きたいなど、さまざまな要望がありました。なので今回は訓練生をゲストとしてお呼びいたしました。なので今日はスタジオではなく FSO パイロット留学アカデミー下島訓練センターからお届けしております。今まさに訓練に取り組んでいる訓練生2名をお招きいたしました。視聴者や訓練生、説明会参加者からの質問を交えてたっぷりとお話を聞いていきたいと思います。それでは皆さん、これから1時間ほどお付き合いください。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。素敵な家だね。どこに頼んだの？お城みたいでしょ。上新組が心を込めて建てたんだよ。城に心と書いて上新組。新築、リフォーム、建物のことならお任せください。電話 989-4220 総合建設業の上新組。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、冒頭お話した通り、今日は FSO パイロット留学アカデミー下島訓練センターからお届けをしております。訓練センターのラウンジといって大きなテーブルが設置されています。ここでみんなゆっくりおしゃべりをしたり会議をしたり、こういったプロジェクターを使って会議をしたりしています。目の前、我々のちょうど後ろになるのかな、大きな窓があって、そこには下島空港の、滑走路が一望できて、最近増えてきたエアラインのタッチ&ゴーの様子が見えるので、訓練生とか教官はそのたんびに気がそこに行ってますね。まあ、その場所から今日は、訓練生、日本人の訓練生2人をお呼びいたしました。伊藤春奈さんと金城健太郎さんです。こんにちは。こんにちは。いつもはね、けんちゃん、春ちゃんって呼んでるので、そんな感じで今日は行きたいと思います。はい、ではでは、じゃあ春ちゃんから自己紹介、名前、年齢、出身県くらいを教えてください。はい、沖縄、伊藤マン、名前は伊藤春奈で、出身は沖縄県浦添市で、23歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金城健太郎と言います。ご出身は浦添で、21歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、今日はですね、たくさん質問がありますよ。一つ一つユンタクする感じでね。はい、かなり緊張してるよね。まあまあそうですね。まあまあそうだよね。はい。はい、これもいろんな方から聞かれ、自分自身聞かれることなんだけども、パイロットって、いつから考えるようになったんですか？って自分も聞かれたことあるのね。はい、で多分自分も聞いたことあるんだけど、まあ、せっかくこの機会なんで、はい、見てる方々に、いつからパイロットになりたいと思ったの？小学校後半ぐらいから自分は思ってました。うん、飛行機見て、はい、雲の上飛んでるので、うん、空が好きだったので、うん、それでかっこいいなって思って憧れてました。うん、
そうかそうか。ケンちゃんは？僕はあの、まあ、物心ついた時からもうすでにあのそういう空を飛ぶ職業に憧れっていうのがあって、うん、まあ、母親があの JTA の客室乗務員してたもんですから、うん、あのとてもそうですね、馴染みのあるというか、あ、航空業界だね。そうですね、はい、物心ついた時からもうそんな感じでしたね。でもほら航空業界っていろいろあるじゃない、客室乗務員もあるし、はい、もう航空管制官もあるし、はい、パイロットっていうなんか職業限定、なんとなくイメージしてみて、それが大体いくつぐらい？もうそれも正直なんでしょう、まあ言ってしまえば花形みたいな職業じゃないですか、業界の。で、まあ私の母もあのパイロットに対しての憧れっていうのは結構あったようで、うん、まあ、それが影響してか、やっぱ自分の中でもパイロットっていう職業はもうっていうところも含めてすでにありましたね、自分の中で。でもお母さん客室乗務員だったら、ほら会社 の, あのなんか職業体験かなんかでコックピットに入る機会とか、それはさすがにコックピットに入る機会っていうのは実はなくて、なかったんです。もうあの、まあ、もう僕が生まれたのは98年で、うん、まあ、このコールついたらもうすでに2001年過ぎたんで、うん、なかなかそういう厳しい、そうか、厳しい時代、ね、厳しい時代であったんですけど、うん、ただあの空港の裏側というんですか、うん、あの事務室とかそういうところには連れて行かせてもらったりしてました。はい、春ちゃんなんかコックピットに入る機会ないってなかったです。ないよね、はい、そうやってぼやっとさ、あ、なんとなく、まあ、花形とかかっこいいなって憧れだったんだけどもやっぱり今回こっちにいるってことはさ、本気でやろうと思ったわけじゃない、はい、この本気でやろうと思ったタイミングっていうのはもう本当に昔からなのか、それとも最近なのか、その辺はあるじゃん。私は最近です。もともと小学校からなりたいって思ってたんですけど、うん、やっぱりパイロットって頭いいっていうイメージだったので、自分は勉強が苦手だったので、もうパイロットは遠い夢って感じだったので、うん、そんなに本気でやろうって思ってなかったんですけど、うん、いつからかな、留学、自分はカナダに以前留学してたので、うんうんうん、それで出会った友達がパイロットを目指してるっていう女性だったので、うん、それで、あ、こんなに世界では身近なんだって思って、自分も帰国後本気で目指してみようかなって思ったのがきっかけっていうのもあります。うーん、そうなんだ。まあ確かに実際の生の話とかね、あのなりたいっていう人がそばにいるだけで違うもんね。はい、県庁の場合どうなの？どっから本気で？僕はそうですね、まあ実はあまりそもそも将来に対して、うん、将来に対してというか将来どういうふうな人生を歩んでいくかっていうことを考え始めるのがちょっともう遅くてというか、うん、まあ高校、はい、ここから大学までもう、まあ、とにかく周りと合わせながら、うん、進学とかなんやかんややってきたんですけど、うん、ふと立ち止まった時に自分、まあこのままどういう職業として働いて、うん、どういう人生を歩んでいくんだろうなって考えた時に、うん、まあこなんて言うんでしょう、やっぱパイロットほど興味が惹かれる職業はなかったですね、やっぱり、うん、いろいろ、まあ一応一通り考えてみたんですけど、うん、やっぱり一回ちっちゃい頃になりたいなと思った時だったので、うん、そうですね、ちっちゃい頃になりたかったっていう時にさ一回来たもん ね、 そうですね、小学校の6年生、はい、5年生、はい、5年生6年生ぐらいで、そうなる時にね、はい、うちが体験ねプログラムやってる時に、はい、まだちっちゃいケンちゃんがお母さんと一緒に来てね、はい、お母さんがこの飛行機のパイロットになりたいって言ってるんですって操縦したもんね。しました。それからもうお互い Facebook でつながりながら、ね、はい、高校進学して、はい、東京行って大学進学してでね、はい、この間ポコッと、あれ夏休みのところだったっけ。そうですね、それです、ね、来て、はい、真剣度が伝わってで今これついてるで、これもね説明会の時よく聞かれるんだけども、やはり外国に行ってパイロットになるんだって英語は大切ですよって言うんだけども、じゃあ英語力ってどのぐらい大切で必要なんですかってよく聞かれるんだけど、皆さんの英語力ってどっ、まあ、もうこちらにいるってことは英語喋れる聞けるんだけども、どうやって身につけたんでしょうか、あみちゃんは。私は留学行って帰国後も英語環境に触れられるアルバイト先をしてたの、アルバイトをしてたので、うん、それでギリギリ維持できてるって感じですカナダに行ったの？カナダに行った。カナダどのぐらいいたの期間的には？1年ぐらいの。行く前って喋れた？行く前は文法が得意だったんですよ、うん、で
行ってからはスピーキングが得意になって、もう文法は全然勉強しないので、あのもう高校卒業以外は、高校卒業して以降苦手になってます逆に。そうなん、もう今喋れるから。ああ、分かる分かる。ケンちゃんは、あ、違う。ケンちゃんはちょっと特別だから。はい、まあでもどっちかというと僕はその多分習ったというか順序逆で、あの一応あの小学校の間までずっとインターナショナルスクールに通ったので、まあ基礎的なその話すという能力に関してはそこで養われたかなと思うんですけど、一方で中学入ってからあの普通の日本の学校に戻ったので、なかなかそこからあの知識的な英語力っていうのはあのそんなに急激に上がることはなかったんですけど、その点に関しては正直あの大学受験の勉強、まあ、ある程度高いあの大学を目指したので、その勉強を通してあの、まあ知識的な部分に関してはどんどん出ていったかなっていう気がしています。そうだよね、どうだよね、どうだよね、どうなっても OKOKOK そうかそうか、はい、まあ確かに文法とか知識も大切だけどさ、はい、今回うちらの方の授業っていうのはあのやり取りが結構あるじゃん、はい、もうスピーディングというかもうリアルなタイムでというか、その辺やっぱり大切だよね、それ聞いてパッと理解して それで、はい、何言ってるんだろうって考えたらもうね、飛行機なんか飛んじゃってしまうからね、そうかそうか、まあ、とにかく喋って聞くこと、習うより慣れろじゃないけど、そうですね、まあそういう背景で訓練に入りましたと。で実際、まあ、今回の訓練でね、もうそろそろ終わりに近づいてきてるんだけども、おそらくこれ見てる人たち興味深い方々っていうのは、じゃあ訓練を受けるでも本格的な訓練と皆さんイメージしてるわけですよ、どんな準備が必要なんですかって、今訓練をほぼ終了した時点であえて皆さんに伝えるとしたら、じゃあ何をおすすめしますか。私はもう、訓練に入る前に本当にもう基礎を自分で学習しとけばよかったなって思ってます、もう本番訓練本番でそのまま飛び込んできたので、ちゃんとある程度の基礎は勉強しとけばよかったなって今は後悔してます。まあ、でもその分逆に、まあ、その分というかだからこそそのこの3ヶ月が結構きつかったと思うんだけども、まあ、そういう意味では前もってちょっと準備をしておけばよかったのかなというところね、そうかそうか、けんちゃんは。そうですね、もう僕もほぼ真っ白な状態で最初訓練始めたので、まあ、結構追いつくのにあの必死だったんですけど、まあ、今振り返ってみて、まあ、やっぱりその学習する内容に関してはどうしてもその専門的な部分があったりして、その自分の手の学習だけではちょっと厳しいところはまあったりするのかなと思うので、あの内容はさておき、あのどういったそのスケジュールでというか、あのどのぐらいの期間で、まあ期間はもちろんあの3ヶ月だったんですけど、あのどういう順序、何を勉強していく、で、あのその順序に従っていって、じゃあここでどれぐらいのレベルに達しておかないといけない、まあ、あのこの3ヶ月の場合は、まあ、1ヶ月半であのプライベートで、まあ、もう1ヶ月半でインストラメントというふうな過程があるんですけど、まあ、その部分に関してもう少し理解を最初から深めておけば、あの訓練始まった時からある程度自分の中で計画性を持ってあの進められたのかなっていう気がしてるので、そこをまあ、あの把握しておくことはすごい大事なんじゃないかなって思ってます、まあ、そうだよね、実際始まった時にそういう話があったもんね、はい、あのスケジュール確か開講式の時にこういうスケジュールでやりますって言って、教材これですって言われて、その後にじゃあこれはこのタイミングでやったらいいですかとか、じゃあ自分はこんな風にやっていいですかって多分質問があったのを覚えてる、質問されたのよ。そうでしたっけ。自分もその3ヶ月のスケジュールを自分でちょっと組み立てたいから、たくさん質問したな、覚えてたくさんたくさん、そうそう、いっぱい質問してたもんね。ああ、聞いてたんですね。そうだよ、そう。まあ、それが、そうですね、あの、もっと前、なんていうんですか、もう、その、訓練始まる前からね。こっちに来る前から、あの、把握できてると、なおさらいいんじゃないかなと思います。そうだね。はい。はい、こちらも、あの、いろいろ、この、生の訓練の話、評価の話、で、常に進化してます。で、私がその訓練を始めた、訓練を提供し始めたのも、本当にもう、二十何年前なんだけど、もう毎回進化してます、もう本当に毎回毎回その訓練の手法とかっていうのを変えるので、アメリカからの手法も変わるし、もしくは方針も変わるし、で実際に訓練生っていうのは自分の前半の20年ってアメリカ人だったし、で最近からまあ日本人、
に教育してるんだけど、はい、日本人のその教育の仕方とアメリカ人の教育の仕方って若干違うじゃないですか。インターナショナルスクールって言ったから、ね、感じます。感じ違うでしょ、はい、だそういうアメリカ手法をどうやって日本人に対して、でも 100% 日本人じゃなくて、うちら台湾人もいるから、はい、外国人もいるからね、いわゆるインターナショナルとしてどういうふうに教えようとかっていうので、はい、いろいろその都度書いていってます。なのでおそらく次回も若干変わると思います。はいはい、まあ、その中できっと聞いてる人に対したら、聞いてる人からするとすごい勉強になる、今あの意見だったのかなと思いますけども、ちなみにここ、訓練を受けてますけども、まあ、実際どんな勉強をしてます？日々訓練に追われて、勉強に追われて、どんな感じで勉強してます？どんな感じ、うん、どんな勉強してますか？実際この訓練センターで、そうですね、まあ、大きく分けて、あのグラン、まあ、地上での座学と、あと実際の飛行の訓練、うん、まあ、2つあるんですけど、座学に関しては、まあ、正直机での勉強というか、うん、まあ、あの自分で例えば教科書とか、うん、あるいはあの問題集とかを見て、うん、あるいは解いて、勉強していくというスタイルで、まあ、それの勉強のスタイルには慣れ、まあ、今までの勉強でも慣れてたというか、うん、まあ、そんな感じで勉強だったんですけど、これって教官が前もってこれ勉強しておいてねって伝えてるの？そう伝える時もありますし、うん、そうですね、なので予習の部分もあったりすれば、うん、今日やったことの復習忘れないようにするために、うん、もう期間が短い、いかんせん期間が短いので、うん、もう授業自体もパッパパッパ次 の、うん、話題に進んでいくので、うん、その中で、まあ、置いてかれないように、うん、今日やったことはその時に頭に入れようという感じでやったりしました。うん、授業1日何時間ぐらい？1日午前中に3時間ですかね。3時間の授業でさ、予習の時間はもちろんあるわけでしょ。予習がきっとその前日かな、前日の夜とかで、その授業が終わって午後とか夜にまた復習とかってなったら、はい、もう家帰ったらもうずっと勉強だ。そうですね、勉強時間が多いですね。ただ授業の中でも、うん、最初の30分とかに、うん、を復習の質問されたりとか、うん、まあ、そういうふうにうまくサポートもしてくれたので、うん、とても助かりました。うんうん、ほらジミーってうちの台湾のね教官がね、はい、いろいろ説明してるのも自分も授業オブザーブしているんだけども、ちゃんと教えてくれてる？あ、はい、彼はとっても深いところまでいろんな知識を教えてくれて、うん、まあ、それをこう理解させるのがうまいんですよね。うん、それによってどんどんこの基礎的、もちろん 深いところまでいろいろ教えてくれるんですけど、うん、それによってうまくこの、まあ、基礎的な知識を固められるような教え方をしてくれるので、本当に、うん、まあ、教え方うまいなっていう感じです。うんうんうん、そうだね、はい、自分もちろんいろいろ教えたことあるんだけど、はい、彼の授業をオブザーブした時にね、はい、まあ、いろんな道具使うなと思って。そうですね、道具すごいよね、いろんなの開発してくるよね、はい、なんじゃそれやってるいっぱいあるよね、めっちゃ思います、面白いよね、はい、だそういった本当の、まあ、本格的な授業もそうだけど、はい、時々子どもたちが来てさ、高校教室とかするんだけど、はい、もう本当に手作り教材豊富でさ、もう大好きみたいよ、ああいうのが。ああ、うん、子どもならなおさらそうですね。そうそう、だからほらこれもそうじゃんね、はい、これも見えるかな、みんな、これ実はね、空の日の教室、空の日がもう明日、明後日かあるんだよね。そうです、あの時に子供たちがいっぱい来るんだけどっていう一言言ったら、はい、飛行機のこの紙を作って塗り絵をさせようとかね、はい、発想がすごい、ね、そうですね、うんうん、すごいよね、はい、うん、そうかそうか、そういう勉強が、まあ、授業、座学、そうですね、うん、机の上に座って先生の話を聞いて、はい、そこで何ディスカッションとかいっぱい質問とか。そうですね、もう向こうからもたくさんいろいろどんどん質問聞いてくるので、うん、まあ、それに対して答えたり、うん、まあ、答えられなかった時は、うん、違う角度から聞かれたり、あ、そんな感じなんですけど、そうかそうか、はい、その辺は訓練生同士でのディスカッションとかっていうのは結構頻繁にやってる？あ、特に自分が、理解力が結構県と比べたらないので、いつもジミーから聞いて、それでも理解できないときにケンに日本語でこうだよねって確かめながら聞いて、うん、ケンが改めて日本語で教えてくれて、うん、っていうサポートは何回かあります、うん、まあ、これやっぱりアメリカ行ってもそうだけど、チームでね勉強していくから、はい、ここは今人数ね2人なんだけど、はい、アメリカ行くと一気に
まあ、全体で200名いて、多分同じ期に入るクラスっていうのが、はい、そうな今まで入学式見てると10名から15名ぐらいの人がドンって入って、うん、でみんなそこで仲良くなってそうやって聞くんだけどね、はい、やっぱりチーム大切だよね。まあそれが授業をしましたと、はい、でうちのオーバーはこうやってフライトシミュレーターがあるわけじゃん、はい、まあ、そこの訓練がそれは午後だよね。そうですね。フライトシミュレーターの訓練はどうですか。まあ、さっきの勉強という観点に戻ると、うん、じゃあそれをまあ、もちろんこ の, シミュレーター4時間、午後訓練センターでできるんですけど、うん、ちょっと話の順番逆転するかもしれないんですけど、うん、それをじゃどうやって身につけるかっていうと、うん、自分でだけでそれを身につけるのが結構難しくて、うん、お家に帰ってどうやって復習その部分に関して復習してないのかなっていうので、うん、まあ、イメージトレーニングするといいよとかそんな風に言われたりしたので、うん、あるいはそのコックピット の, 写真というんですか、うん、見ながら、うん、こういう手順でやるんだなっていうのを覚えたりするんですけど、うんうん、やっぱりこの感覚的なものがないという、うん、もうか、まあ、紙なので、うん、ちょっとこれ、ね、そうですね、難しいそうだよ、ね、うん、ですね。そのそれに関してちょっと苦労しましたね、うん、まあ、一方でその実際この教室で、うん、この訓練センターで、うん、教えてもらうときはやっぱりそうですね、もうその時その時で、うん、身につけようっていうつもりで、うん、毎回訓練受けてましたね、うん、まあ、シラバスの構成上ね、はい、座学に関してはほぼ毎日いろんなことが知識いっぱいあるから、はい、学ぶことがね毎日あるんだけど、はい、訓練に関しては毎日じゃないじゃない、はい、そのスケジュール上は1日おきとか週3日とか、はい、でその間に、歩行をしたりだとか自分で練習したりだとかするんだけど、はい、でもそれでもそれでも結構大変よね、一つのことを学ぶのもね、はい、うん、やっぱ身につけないといけないので体に、うん、それはやっぱり普通の勉強と違うんで、うん、体を使ってマッスルメモリーだから、ね、そうですね、何回も、はい、でもあれじゃない、その実際頭で分かってて地上ではこんな風にするんだって分かってもシミュレーターに入って飛行機の中に入っちゃうとできないです、ポッてね忘れちゃったりするんだよね、はい、そうそうそう、その辺はやっぱり学校の勉強とっていうかその机の上の勉強とちょっと違うところよね。全然違いましたね、うん、特に3次元で動く乗り物だからね、はい、で今までほら次回用のその 1.5 ヶ月、そして景気の 1.5 ヶ月でやってるんだけど、今振り返ってみたらさ、最初全くできないわけでしょ。もちろんなんとなく掃除を昔したじゃん、はい、小学校もう遊び程度ですよ、遊び程度、あ、なんか楽しいなってしたんだけどあれをものすごく細かくしていくじゃん、はい、速度もちゃんとやってとか、ね、はい、で考えることもいっぱいあって、はい、その辺はこの今振り返ってみるとどうだろう、大変だった。自分最初の頃もスローフライトするだけでも、うん、トラフィックパターンっていうものをするだけでも、うん、もう難しすぎて頭が真っ白になってて、なんか他の訓練生と比べてなんでこんなのできるんだろうって不思議に思ってました、今考えると、うん、はい、でもできるもんね今は、はい、そのできなかったことができるようになるタイミングってみんなそれぞれ違うんだよ、うん、みんなどのタイミングでって、それは教官の一言だったり訓練生同士でヒントを与え合ったり、なんとなく自分であこれかなと思って試したりとかってあるんで、うん、その辺をね前もはるちゃんにも言ってるんだけども、教官目指すんだったらそれ全部書き留めててさ、それが絶対役に立つからさ、教官になった時に、うん、もちろんそれが 100% いくると思わないんだけど、自分がほら免許をこれから取って教官になった時って多分今のレベルっていうか今のその3ヶ月前のレベルって忘れてると思うんだよ。そうですね、全くできない人に何を教えるかとか、うん、スローフライトができない人にスローフライトを教えるなんて多分その時はいやできるしって、スローフライトってこんなだよやってごらんって、できない、なんでできないのっていうのがその時の気持ちを書いておいたら、あ、このこれができなかった、みんな見方が違うからさ、うん、だからぜひこの今回の訓練でね、はい、自分がやってきた訓練とメモを取って、で教官になった時に振り返ってすぐ役に立つと思うよ、うん、で教官はね、ジミーは座学の訓練でやってるんだけども、フライトの教官はまさにね、この長い教官で日本人の教官いますけど、はい、どうですか。とても面白い人です厳しいです ね, 厳しいね、はい、それは訓練は厳しいよね、はい、座学と違ってさ、はい、厳しさのレベルが違うよね、はい、そうですね、やっぱり、まあ、いくらシミュレーターとはいえ実際に飛行機飛ばしてるわけですから、うん、そうだよね、はい、
もちろんポーズすればなんてことないんだけど、そういう感覚を言って教えないから、はい、本当に飛んでる時と思ってやるからさ、結構厳しいよね。ただそういう風にやらないと、実際の飛行機乗った時にも、中途半端な気持ちでやっぱ乗ってしまうと嫌なので、よかったかなって思ってます、ね。そうだよね、はい。まあ、じゃあそのシミュレーターの、その訓練の内容とか、課題とかっていうのもちょっと後半にいろいろ話をしていきたいと思いますので、はい、じゃあここで一旦 CM に行きたいと思います。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを軽自動車の時代ゲーガマンドイビンドー長浜モーター鈴木の新型ソリオかゲーガヤッシャイビンドー長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの広告街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。はい、じゃあ後半はですね、その先ほど話したフライトシミュレーターの訓練でどうですかというお話をちょっと聞きたいと思うんですけども、さっき午前中は授業をして予習復習なんだけど、訓練の場合さ、予習とか復習ってどんな風にしてんの？どんな風に教官からやれって言われてんの？自分で触っていいのこれ？時間があるときは一応触ってもいいようになってるんですけど、まあもちろん下島にいると、船体にいる間は、時間があるときにシミュレーター使って、まあ、隙間時間とかに、うまく隙間時間をうまく利用して飛ばしたりとかしてたんですけど、いざ、アメリカに行った後、そういうことしようと思うとなかなかできないじゃないですか。なのであんまりそればっかりに慣れてると良くないよとは言われましたね。いつでも飛ばせるとは思うなみたいなそう、ただまあその中でここにいる間は、でもそれでもやっぱり使えるものは使いたいので、そうだね、そうですね、使ってましたね。どう練習してる自分で？はい、自分ランチタイムが1時間あるんですけど、ケイもめっちゃ食べるの早いんですけど、自分はもう全部に関して遅いので食べるのも？はい、そうか。なので一生懸命量減らしながらケイに追いついて、で2人でシミュレーターしてっていう、ランチタイムを削って隙間時間見つけてやってます。僕なんか弁当1つ5分で平らげちゃうので。早いよな、もう俺も早いんだけど、俺よく早い。3分以内で全部食べきっちゃうんですよ。それは何、自分のモットーかい？いや、パッと食って勉強するお腹すいたらもうどんどん口に入っちゃいますね、はい、でもそれでもう本当に12時から1時がいつも大体昼休みなんですけど、弁当が届いて12時食べ始めて、もう12時5分には食べ終わってるんですよ、でも50分ぐらい食べるっていう感じですそうか、はい。あ、今弁当って話したけど、はい、こっちにはどういったご飯、朝ご飯とか昼ご飯とか夕ご飯って、これもよく聞かれるのよ。どうして食べてるんですか？朝ご飯は、もう時間がないので、スープとかも冷凍食品とかなっちゃうんですけど、とかパンとか、で昼ご飯も前日の夜に自分は自炊してるので、それで終わってます。自分で作って、さすがだね。さすがに自炊してる。いや、僕は料理作れないんですよ本当に本当に料理ができなくて、なんかこっち見るたびいつもなんかパッて食べてるもんね。そうですね、もう自分で朝ご飯に関しては、もう買いだめして、たくさん買ってきて、毎日1個ずつ食べるって感じ で昼ご飯に関してはもう
近くの弁当屋に頼んでいつも配達の弁当、うん、そうだね、いつも来てる、はい、食べてますね。夕ご飯ちゃんと食べてる？夕ご飯もはい、ちゃんとレトルトのカレーとかそんなのばっかですけど。そうか、はい、そうか。まあそのまあ、そうやって一日の生活があると思うんだけど、はい、休みの日ってはあるよね、はい、一応うちはほら1週間訓練して基本5日の訓練 で、はい、で1日予備日にとって、はい、で1週間に1回必ず休みを取ってるんだけど、はい、休んでますか？休んでますか？休んでますか？休んでますまあ余裕があるときは休んでますね、うん、やっぱりでもどうしてもその試験の直前とか、うん、そういうふうになると休みの日も勉強したりとか、うん、まあ、そういう感じになってくるんですけど、うん、休みは取らんとね。まあ下地にいるから、はい、でも今回台風も結構多かったからね。そうですね、最初の方はいくつか来ましたね、うん、後半ちょっとだいぶ涼しくなって、はい、休みの日とかどこ行ってるの？図書館とか勉強してるんかい図書館どこにあるの？図書館は宮古にあって車で30分、うん、20分30分ぐらい30分ぐらいで、うん、でも図書館で勉強するの結構悪くなくて、うん、同じ勉強してる仲間がいるので友達ではないけどもう勉強しないといけないっていう環境なので。あ、向こうに、はい、地元の学生が勉強してるの？そうですね、はい、新しい社会人も、あ、めっちゃ新しいです。とても綺麗です。へえ、そうなんだ。今年オープンした、はい。あ、もう新品なんだね。はい、まあ、じゃあそこ行って勉強してると。はい、うん、そうなんだ。とても居心地良かったですね。本当。綺麗で、うん、まあ、館内全部綺麗で環境も良くて、うん、でカフェも併設されてて。へえ、そうなんだ。喉乾いたりしたら。各テーブルにコードもコンセントもありますね。へえ、パソコンじゃ繋いでとか。はい、へえ、まだ行ったことないっていう。宮古島市内なの？そうですね。そうか、はい。未来創造センターってところ。うん、という名前で、はい、そうかそうか、うまく宣伝してもらったりとか宮古島に、FM 宮古でも流れてる。そうですね、まあ、そういうところに勉強するときはそういうところに行ったりしてました、はい、うん、はい、そうかそうか。で、ね、自分も、まあ、ここのチーフインストラクターとして時々来るんだけどさ、はい、まあ、自分は Facebook とかね、ブログとかで発信してるんだけども、自分の仕事は皆さんの進捗とか、あと訓練、教官の、はい、話を聞いたりとかっていうことするんだけども、もうすでに何回か自分と飛びましたよね、はい、ステージチェックでね、はい、どうでしたかステージチェックと訓練のなんか雰囲気が違いますか？どうだろう、緊張した？緊張度合いが違う？緊張させてるなるべくリラックスさせようかなと思ってなんか普段は玉縄さんと喋ってる時は、うん、全然緊張っていうのはないんですけど、普段通りなんですけど、うん、やっぱりステージチェックとか、うん、そのファイナルとかってなってくると、うん、やっぱり見えないところで手とか足とかがめっちゃ震えちゃいます、ね、別に自分が脅かしてるわけじゃないと思うんだけどでも緊張するやな、はい、実際どうでしたか？緊張しました。僕も緊張しましたね、うん、今このラジオ出演ぐらい緊張してそうか、まあ、まあそれはそうなんですけど、まあ普段の訓練ではマサさんという教官の方としか飛んでないので、うん、まあ違う人と、まあ、玉名さんと飛ぶっていうのは結構自分の中で楽しみにはしてました。やっぱり回数も少ないじゃないですか、うん、その一回一回ちゃんと大事にしていこうっていうふうに思って、うんうん、そうですね。なのでまあそういう気持ちを忘れないようにしながら訓練を受けて、そのチェックとか試験を受けてましたね。はい、わかりますよ、その緊張するのはもうこっちもできるだけリラックスさせようと思うんだけど、それは緊張するね試験受ける立場ってね、はい、今でもそうだもん。だって定期的に試験を受けたらやっぱり緊張するしさ。そうですね。でもこれはとても大切なことでさ、はい、だってまず訓練がこっちであるでしょ、はい、でアメリカ行くと同じようにステージチェックがあって、それぞれのフェーズがあって、はい、でまあ確かに訓練センターとうちもそうだけども、はい、アメリカもそうだけども、落ちてもあくまでもなんだろうな、まあ、落ちたという事実があるんだけども、じゃあ次どうするっていうのは訓練生の自主的な判断で、もちろん追加料金を払って追加時間をやってやるのはいいんだけど、これがプロになったら追加訓練って決められてるから回数がね、2回終わったらはいさようならっていう世界がこれからずっと続くわけだからさ、はい、だそういう意味では前アメリカ行った時のカンファレンスでも言ってたんだけど、試験で落ちる人が最近増えてると、まあ、その理由はもちろんいろいろあるんだけども、はい、試験にならせなら試験になれるということも訓練の中に入れた方がいい
って言ったのね、はい、その中で実際に飛行機をオペレーションしているそのフライトスクールはもちろんステージチェックはあるわけじゃない、その数を増やすわけにはいかないんだけども、じゃあ例えばそのオーラの部分で練習したりだとかというものを、はい、一回フライト入ってしまえばさ意外と緊張しないでしょ。最初は緊張するけどもコックピットに入って操縦してし始めたらそこまででしょ。オーラルはずっと緊張しっぱなしかしも知らないけど、どうだった、ずっと緊張した、まあ、ずっとすいませんあでも最初に比べたら最初はもう本当にめっちゃ緊張して自分が手とか足とか震えてるの分かるんですけど、一回操縦スタートしたら、もうやることでいっぱいいっぱいになるので、そういうのも忘れるっていうのはあります、隣に球投げても忘れるまあ、ただ体、まあ、オーラルもそうなんですけど、試験飛行の試験の時にも、体に身についてるその習慣化されてるものに関しては、正直、まあ、緊張してても、いつも普段通りのやれば、まあ、それっぽくはできる、それっぽくって言ったらあれですけど、普段通りのことは普段通りにできるっていう感じだったので、確かにそういう意味で、まあ、試験慣れっていうか、っていうのはすごい大事な要素なんじゃないかなと思いましたね。体、はい、体が覚えてるもんね、はい、なのでちょっと体ガチガチでも、もうやっぱ体動く、なんていうんですか、そのどういう操作をするにしても体動く、動かせる内容に関してはもう動かせるっていう感じでしたね、それはそれだけさやっぱり訓練でやってるってことよ、はい、その道場教官と一緒の訓練もそうだけど、一人で練習してる時間からでしょ。だっていろんな科目があるじゃん、もう相当数があるでしょ、何十科目っていう科目があって、それずっと練習してるし、さっき言ったスローフライトとかタッチアンドゴーとか、ね、ケーキのアプローチとかって何回も何回もやって、で何回も失敗するでしょ、でそうやってずっと頭のこの回転の仕方というかスピードの話、その手と足の動きを覚えみたいな感じで、でこれさ面白い話があってさ、自分の直接の訓練生はないんだけど、飛んでる時に練習中にもう免許持ってるんだよ。免許持ってスチューデントだったかな、ちょっと忘れたけど、その人がね、ストールの練習かなんかしたらしいね。プロペラが止まったらしい、で本人一瞬固まったらしいね。プロペラ止まってるよなと思って、でエンジンがまあ止まってるわけじゃん、でその時に一瞬飛行機のエンジン止まった、そうして止まった、リカバリーをする、でも止まってる、そうしたときに自然に体がさリスタートプロシジャーパッ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 ってやって、はい、でもう訓練も何もしない、そのまま空港に戻ってきて降りてエンジンだっ後から震えたんだ、こうって震えて、でしばらく黙ってて、でうち帰ったためにうちの訓練生が帰ってきて、で話をしたら、実はこんなことがあったんだって、大丈夫か、いや不思議なことにできたんだっていう、でどうしてって言ったら、いや俺もわからない、多分いつも同じ訓練でやってる、エンジン止まったらこれ、エンジン止まったらこれってやってるから、それが思わず手に出たと。だそれを本人が言ったのは、はい、これ訓練の賜物だよ、はい、同じこと何回も何回もやるから、もうすぐできるようになるとか、そこだよね。そうですね、何回もやらないと、はい、だってやったことない世界だからね、はい、そういう時のための訓練でもありますもんね。そうずっと繰り返して、であとはその技術を学ぶに関してはさ、家族のさ、もう本当に誰でもできるんだけど、一番困るのは、まあ、これ自分はその、FA の感じの仕事したから思うんだけど、事故の経験ってそうできないじゃん、はい、事故っていう経験がないでしょ、みんな安全安全でいくから事故の経験がないじゃない、でも事故のギリギリの手前の経験っていうのもないじゃない、だからそんな直面に、そういうのが直面した時にどうするかっていう時に、うまくそこから逸脱できるのかできないのかって精神の分かれになってしまうんだよね。そうですね。でそれをじゃあ自分たちその地面の人間は事故報告書みたいなのが上がってくるから、はい、これをどんなふうに事故が起きたんだ、じゃあきっとこの時点でこうすればよかったんだねっていう勉強からしょっちゅうやってるわけ、うん、でもこれ やってみないと分かんないじゃない、はい、面白いのはその勉強がやった上で同じシチュエーションをシミュレーターでやってみせるわけね、はい、そうするとやっぱりガシャンっていっちゃう、うん、で1回経験したら多分あるんじゃない、シミュレーターで何回カシャってなったか、はい、あるでしょ、はい、試験直前が実はそうでした、ね、あそうなんだ、はい、もうガシャンガシャンと、はい、何回ぐらい死んじゃった、いやもう最初は毎日毎日死んでたから、ね、毎日死んでたから、はい、まあ、シミュレーターだからね、はい、当然飛行機だったらその時点でというかその直前で教官はいはいはぶってってやるんだけど、シミュレーターだからあえてさせるわけよ、でガシャンってなってでしょ、はい、じゃあどうしたのっていう時にでそこで気づくよね、うん、
そうですね、うん、だから俺まあ、自分がやってるかじゃないんだけど思うのはシミュレーターの訓練ってその技術をマスターする、もちろんそうなんだけど、そのもし何かあった時にっていう時をあえて自分で練習っていうか自分でそこの現状に追い込むわけでしょ。あ、失敗しちゃった、落ちちゃった、死んじゃった、その辺はいっぱいあるってことはさ、アメリカ行ったら実機乗ったらそこの辺を回避できるよね、うん、でも飛行機乗ったら乗ったでたくさん失敗してよ、教官にといる間、うん、でいっぱいチャレンジしてみて、はい、で教官が絶対直してくれるし、で一人で飛ぶ時の自分の許容範囲が分かるじゃん、そうですね、そこに行かなければいいからさ、はい、まあ、そういった訓練が生きてくるのかなと思います、うん、はい、すごい落ち込みましたけどね、その落としてしまったというか、あ、落ちた時はそうだよね、はい、そうだよね、どんな状況で落ちたの？試験を受ける2日前に、うん、まあ、最後のその教、マサさん教官からの最後のチェックといった形だったんですけど、うん、まあ、途中でこの燃料がなくなるという設定で、うん、最初は入ってたんですけど、うん、その設定で落とされて、うん、で、まあ、それ途中で気づいて、うん、まあ、それに対してどういうふうに対処できるかっていう感じだったんですけど、うん、まあ、うまくその状況判断が僕はできなくて、うん、で結局着陸できずに、うん、まあ、空港の近くでガスケツで不時着っていうパターンというか、もう視界がもうほぼほぼない状況設定されたので、うん、もう完全にもう墜落って感じだったんですけど、あらま、すごい落ち込んじゃって、うん、でもうその時にはもうすでにあさって試験があるっていうのは分かったんですよ、うん、もうそれどころじゃない、そうだったんだ、落ち帰ってから、はい、この間の試験の時ってこと？あ、もうそうです、もうつい、そうなんだ、先週の、はい、いや同じことやればよかったなそうなんだ、でも本当にその時、あ、でもちゃんとなんていうんですか、やっぱり飛行機に乗るとその判断能力というかやっぱパフォーマンスが落ちるじゃないですか、うん、その中でじゃあどういうふうに対処したらよかったんだろうってすごく自問自答して、うん、結構そうですね、なのでそれ以降ずっと不安でしたね、試験まで。ああそうかそうか、はい、うん、いやショックだよね自分ができると思ったのが自分ができなくなって実際に不時着してで落ちるわけでしょ、はい、実機だったら死んでるわけで、ね、実機だったら死んでるんで、うん、何回か死んだ。自分は自分も、はい、ランディングが苦手で、うん、ランディングするときに65って決められてたんですけど、うん、フラップ使ってるときは、うん、それがうまく保ってなくてスピードが、うん、それで何回かうまくいけなくて死んで、うん、死んで墜落してでそれでも自分でもコントロールよく上げなきゃって分かってるんですけど、うん、でも自分で分かってることと実際にシミュレーターにそれを移すのができなくて、うん、何回もそういうので不時着があります、うんうん、それやっぱり回数をこなしてどんどん、はい、やっぱり回数この自分は誰よりも多分飛んでると思うので、うん、回数こなして、うん、結構飛んでるよね、慣れてきたって感じですかね、うん、そうだね本当に乗り物だから、まあ、車もそうだけどオートバイもそうだけどオートバイの免許持ってるじゃん、はい、うん、持ってます、うん、それも多分練習して慣れて、うん、取れたって感じなので、うん、もう爆発を踏んだって感じですかね、うん、まあ、逆に言うと数を踏めば本当にできちゃうんだよね。自分もさ、本当に当然訓練生の時代もあってさ、はい、皆さんと同じ時代があったわけ、はい、その時に教官が言われて、本当にその時の教官めちゃめちゃ口悪くてさ、俺大好きなんだよ日本人の教官でめっちゃ口悪いのなんだけど、その人が言ったことで覚えてるのが、はい、もうバカ野郎普通に言われてたんだけど、いい意味も悪いもないよな。飛行機っていうのは、はい、今までその100年近い歴史があっていろんな失敗してるわけじゃん、はい、そのシステム的にとか構造的にとか、はい、でそのために磁気制車が出てるわけじゃん。でどん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 改良されてると、うん、で今の状態ってめちゃくちゃ飛行機って安定してるし安全だし、誰でも操縦できるように作られてるんだから、お前みたいなバカでも飛べるんだって言われてその最後気になるんですけどそこですかみたいなって言われたし、はい、あとはやっぱりこの教官が面白いのはさ、上空に行った時にさ、はい、もう固まっちゃう時あるでしょ、はい、って、はい、
もう頭が止まって体動かないってあるじゃん、はい、あ、してたのね。そしたらその教官を見透かしてさ、頭振ってみろって言う。なんでですか、振ってみろって言う。コロコロ音がするだろうって、なんでですかって、お前の今の水こんだけなってんでっていうわけ。そんなのどうでもいいから飛ばしてよって要はこの時には地面でいくらどんなに考えられても上空に上がってしまったら脳みそこんなになるんだって、はい、考えられなくなるんだっていうのを、例えの前の前段が長くてさ、こうしたんだけどでもそれを分かってしまったら、じゃあ地面で事前に何すべきかって分かってくるし、はい、で仮に上空で失敗したとしても、はい、バカず踏めばね、はい、慣れてくるしってなる、はい、それは個人差があるじゃんね、うん、すぐできる、いわゆる本当にもう本当に才能を持ったアクロバットパイロットじゃないけども、そうじゃない人がほとんどなわけじゃん、はい、その人たちは一つ一つ過程を踏んでいってっていうところ、うん、だから今振り返ってみるとさ、はい、一番最初にやったそのスローフライトとか、はい、タッチアンドゴーとかアプローチとか、はい、その時めちゃめちゃ大変だったでしょ、はい、もうあっちこれ もう手が足りないと思ったよね、はい、もできるじゃん、はい、そうやって一つ一つ負荷を加えていってっていけるからね、はい、そういう意味ではすごく成長したなと思いますよ。で実際ステージチェックをね、はい、この4段階でやってるんだ、それなりにその成長が見えたので、うん、私自身嬉しく思いましたけど、別に緊張させようと思ってやってるわけじゃないのでできるだけリラックスしてやろうかな。普通に逆に何も言わなかったでしょ。そうですね、普通にもう単純に今日一人で飛んでねって、特に最終試験、はい、こっちからこっちに行くの、自家用だったらVFR って言って、有資格飛行でこの飛行場からこの飛行場に一人で飛ばしてねって、何もしないからね、一人でできないと飛べないわけでしょ、はい、それを見てるから基本的に何も言わないと、ね、ただこうメモしての気になってでしょそれも気になる。なんかメモは気にならなかったですね、もうそれどころじゃなかったので、そうか、もう集中して、まあ、なるべくここに隠れて書いてで最後のケーキだったらさ、はい、天気が悪い状態で、うん、IFR って飛行方式で同じようにこの飛行場からこの飛行場へって、でほら無線があったじゃん、はい、面白いでしょ。面白いって言ったら声やるけどね、実際にどっかの人と喋るわけじゃん、はい、あの緊張感たまらんよね。あれほど緊張したことはこんな3ヶ月なかったですね本当にね、はい、だって向こうには生の人が見てるもんね、レーダー上で、はい、このシミュレーターとはいえ、はい、で他の飛行機も飛んでるでしょ、はい、無線で聞こえるし、しかも鉛もあるし、そうですね、うん、いろんな世界中の人たちがさ、シミュレーターで飛んでてさ、管制官が指示するでしょ、はい、でちゃんと聞こえんかったらちゃんと言わんといけないし、はい、みたいな、その辺がまたさらにもう一つ付加価値があるし、うん、負荷を加えていってね、はい、練習するんだけど、まあ、これが実際リアルだった飛行機だったら無線がいて他の飛行機がいて、うん、もうそういう状況ですもんね完全に、うんうん、ほら同時に同じことしなくちゃいけないっていうのはやっぱり大変さ感じた訓練してたよ。はい、聞く、手も右と左、足、目も取る。俺教官に言ったもん、手が足りないですそうですね、でもそれめっちゃ思います、手が足りないって本当に思います、うん、やっぱりその訓練を進めていくにつれて、うん、さっき田村さんもおっしゃったんですけど、うん、やっぱ飛行機っていうのはだんだんもう、まあまあ、シミュレーター今飛ばしてるのもそうなんですけど、やっぱり自分、うん、飛行機自身がもう飛行機自身だけでもうまく飛べるように設計されてるじゃないですか、うん、なので本当にもう最初は訓練始めた頃は本当に、うん、あどうやって飛行機をコントロールしなきゃとかって、うん、もう本当にもうまさにその手も足も足りない状況で、うん、あれもやらなきゃこれもやらなきゃっていう中でちょっと必死だったんですけど、やっぱり3ヶ月経ってみてだんだんとその、うん、まあ、なんていうんですか、やっぱ飛行機をうまくパワーセッティング、うん、とか、ドリームとかをうまく調整して、うん、まあ、飛行機自身をうまく自分自身を飛ばさせるというんですか、うん、でその中で自分はまあ、ATC を聞いたり、うん、メモ取ったり、うん、航路図を見て、うん、考えたりとかっていうのがやっぱできてくるので、うんうん、そのあたりのなんていうんですかね、まあ、言ってしまえば飛行機も、まあ、人ではないですけど飛行機とこう、うん、なんていうんですか、インタラクトというか、うん、やり取りを しながらしつつ、うん、飛ばすっていうその感覚が、まあ、教官からやれたりしたんですけど、うん、もうようやく最近だんだんつかめてきたかなっていう感じですね。そうだよね、はい、多分さ最初は飛行機に飛ばされてるっていうかそうですね、英語ではそういうソーバーハーインっていうでしょ、はい、なんか飛行機も先飛んじゃって後ろで、
必死になってこうなんだけど、はい、それがだん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 その自分本当にコックピットにいて、もっと言うとコックピットの前を ahead of the plane って言って、はい、もう常に次何することって頭に入ってて、はい、次何することが分かっててっていう風にしないと、もうどん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 遅れてしまうもんね、はい、そうですね。なのでもう、まあ、変な言い方、飛行機と仲良くなるんですけど、その時その時で。うまい方の方かな。いや、でも本当にそれは、もう本当にここ数週間ですけど、うん、感じるようになりましてね。うん、まあ、って言っても試験では緊張しすぎてできなかったんですけど。うん、いや、でもね、はい、あれはね、本当によかったよ。もちろんミスもあったんだけど、はい、試験で 100% は誰もいないわけ。うんうん、逆に言うと、準備の段階で 100% だったら足りないわけ。うん、絶対 100% にならないから、そうですね、もう絶対できなくなるっていうのは分かってるんだったら、はい、準備のために100何%にしておいて、はい、で目減りするわけじゃんどうせ、はい、で目減りしたじゃん実際、はい、で終わってみたら、あれこうすべきだった、ああすべきだったでしょ、はい、でもそれが試験ってじゃあどのタイミングで落とすかって本当にクリティカルなところ、うん、ここミスしたらダメだよっていうところもあるし、はい、例えば同じところとかねっていうところだったら、これちょっともうちょっと考え直さっていかない、一回フェイルしてちゃんと考えてってもあるけど、はい、でもそれ以外のところはまあまあそれなりにっていうのがあったんで、うん、だ今度はそれを今回失敗したところを本当の飛行機の訓練に生かして、うん、で実際の飛行機の試験ではそこをならないようにして、はい、で今ほら乗ってるのが172っていう、まあ、セスナシングルエンジンの飛行機だよね、はい、でこれがツインエンジンになったりとかで、だんだんまた飛行機が大きくなっていくと、乗ってたルールは一緒なんだけど、この飛行機が違うから同じ感覚、飛行機に飛ばされてる感じがする。うーん、でそれがだんだんこの自分の手中に入ってくるのが人によって違うんだけども、はい、何十時間十何時間乗ったら大体飛行機自分の手元に入ってくる、うん、でまた違う飛行機とまたちょっと感覚が違う、まあ、やっぱ範囲だね、それをだんだん慣らしていくって、うん、でこれが経験があると違う飛行機行ってもちょっとの時間ですぐ慣れたとか、うん、なるほど、今の感覚そうよ。だって初めて乗るセスナ、はい、たかがセスナだけど結構奥が深いよね、はい、でそれをだん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 自分のこの手の中に入れていってやるみたいな、はい、なるほど。飛行機と仲良くなる、これ使えますね。今まで使ったことない飛行機と仲良くなる。確かにね、はい、そこがポイントかもしれないよね。うん、そうかそうか。ですね、もう番組も後半に近づいてきてるんですけども、これを見てる人、まあ、一般の方もいると思いますよ。でもしかするとこの番組自体を知っててパイロットになりたいと思う人がいるかもしれない、はい、その中で、じゃあこのお二人のこの今までの経験生かして、もちろん今から見ていくと思うんだけども、今見てる人たちにメッセージ、どんなことしても自分のメッセージってものをじゃあお願いします。私ですか、はい、教官にどんなに怒られても諦めないっていうのは大事だなって思います。一応それは教官厳しかったってこと。また教官が厳しいっていうのもプラス、自分の、学力も普通レベルではなかったのでそこは言わんでもいいなので、でも諦めなければ一応周りは助けてくれるので、それは今でもめっちゃとっても感じて、教官もやっぱり同じ訓練生もいつでも自分のことをヘルプしてくれるので、うん、諦めないで、そうだね、本当にいろんな方にヘルプもらってない、はい、聞いてね、はい、でもそういう聞くってこと大切だと思うよ。分からんかったら聞く、分かるまで教えてもらう、分かるまで練習する、やっぱりその視線はねすごいなと思って見てました。ありがとうございます。じゃあけんちゃんからは何かアドバイスは。そうですね、もう彼女は本当に努力家で、とても諦めずに何でもできるので、まあ、それは自分も見られたいなと思いましたし、やっぱその姿勢は大事かなと思います。あとはもう皆さん頑張って飛行機と仲良くなりましょう。ねえ、そこがね、難しいところなんだよね、はい、うん、でもやっぱりその最初からそのつもりでいるともっといいんじゃないですかな、ね、いいんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、マサさんがいつもトリマをYour girlfriend だよって言ってました。Your girlfriend、予防表現みたいな感じ。確かそれ使わんとな。はい、そうかそうか。まあ自分もその訓練見ててね、思ったんだけど、最初にイメージしてるものと多分違ったと思うのよ。とっても大変だったと思うわけ、うん。大変と思ってたかもしれんけど、想像以上に大変だったと思うのね。
うん、でそれをじゃあこの3ヶ月でそのチームメイトと教科のヘルプをもらってすごく頑張ってるなっていうのは日々見えてた、うん、訓練生直接話した時教科からの話で毎週のミーティング毎週のレポートそういうの見ながらあ皆さん協力してやってるんだなっていうのがあったんで、まあ、それを踏まえてねまたアメリカに行くといいのかなと思います、はい、ありがとうございました。おそらく視聴者の皆さんはおそらくもっと聞きたいこともあると思うんですが、定期的にねこういった訓練生のお話を聞いたりとかしようかなと思ってます。もしアメリカ行ったら遠隔でできたらいいよね、はい、そうですね、はい、ではでは、今日はこの辺で下島訓練生から熊野島訓練センターからお届けしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。